はい、こんにちは。こんにちは。お久しぶりです。お久しぶりです。はい、今日はですね、もうそろそろで大盆栽祭りが始まるので、はい、それに向けてちょっと植え替えたいなって、Qさんの鉢も出ますので、それのね、ちょっと植え替えて、雰囲気を。やっぱ変わり鉢なので、変わり鉢なんてね、やっぱタイガーサンクラスの巨匠にですね植え方を教えてもらおう。まあ、植え替えるとね、雰囲気がまたね違うんでね、はい、想像ができると思いますんで、それと4月の28日にちょっとイベントを Q さんと一緒に、石田さんと Q さんと自分でちょっとイベントにお邪魔させてもらうんですけど、それは何でしたっけ、何ていうイベントでしたっけそこに参加するんで、もしよかったらそこにも Q さんの鉢も出ますので、そうですね、ね、もしよかったらそこでもお買い求めくださいということです、はいはい、でちょっとは植え替えていこうと思うんですけど、うん、これにねまず植えるのはこのヤネキソウっていう日本の植物じゃないんですよね。砂漠にあるんですかね、まあ、アジア圏にあるのかな、わかんないですけど、その屋根に使う草、うん、植物ですよね。屋根吹きそう、屋根吹きそう、屋根が吹く草で屋根吹きそう、でこれがちょっとこれに植えようかなと思って、これも後で手入れするんですけ ど、でこれがキモいやつ、キモいやつ、これがこれね、これは織姫かな、織姫もみじですね、うん、を植えようと思います。雰囲気いいなと思いますけどね、涼しげで、でこれには連山ヒノキ、これちょっと自分植えたいなと思って、連山入れるの可愛いんじゃないかなという、こうね、モコってしてね、一応このパこの土目のやつが今作ってるのが多いですか、はい、で顔はこれじゃないんですかね全部違う、全部違うんですね、当たり外れが、当たり外れ、当たり外れ本人です、はい、まあ当たり外れで多分値段もね変わると思うんですけど、そう、僕の好みでね、好みで値段つけてるんででしょうね。これはちょっとちょうどね、大盆栽祭りって桑の実ちょうど結構赤くなってるんですけど、これもう実になってるんですよね、これが赤くなる、そう、一歳桑って言って、はい、食べれますね、桑ね、よくジャムなんかにしてそのまま食べても美味しいですけど、よく学校のやつ食べてました、食べてますね、自分も自然のやつよく食べてましたから、はい、でこれだと寂しいんでね、ここからちょっとねなんか寄せ植えしよう寄せ植えしようかなと思っていますので、はい、はい、ちょっとじゃあやっていきたいなと思います。お願いします。はい、今回使う木は大盆栽祭りでも持っていくのかな、大盆栽祭りでも持ってきます、はい、屋根吹き草はそんな種類ないですね、はい、数はない、数はない、珍しいもの、珍しいよね、うん、ではこれが下から新芽出てるじゃないですか、はい、これ子供なんですね、これももう、そう新芽で、この上の方でこれピロピロって伸びてるの、うん、これは去年の古い葉っぱなんで、はい、これを取っちゃいます、新芽だけ残すって形です。あ、もう根元か、根元からも、あ、根元から根元からね、取っちゃう、全部ね、なんか前植え替えた雪柳でもこんな感じで、なんか顔に当たって、うん、どうぞ、よくもくどうでした、いい感じですよ、やっぱああいうところで大宮盆栽ってね、うん、名前出してもらって、青山ですもんね、はい、すごいいいとこで、うん、こんだけ切っちゃうと結構寂しくなりそうな、うん、だけど結構新芽出てるんで、あ、ちょうどいい、そうそうそう、まあ寂しくはなるかもしれないですね、ちょっとはね、うん、でもこれね伸ばしておくのはちょっとね、まあ、そうですね、で日陰の植物なんで管理は日陰で、うん、これ季節はいつなんですか、この植物って、今時期が見頃ですよね、だから新芽が、あ、だからこの切った後に新芽だけがこう残ってる状態が一番いいの、一番いいかなと思いますよ。これだけになりました、はい、ね、割りやっぱさっぱりしますよね、うんうん、これはあの焼くときに割れたんで、金継ぎ、金継ぎ、初めての金継ぎだから汚いです、はい、はい、じゃあこれをちょっと崩していきます。そうですね、これはタイガバチは出ます、ロクロも作ろうと思うんです、まだ作ってないんですけど、ロクロ売りたいんですけど、今度 Q さんと一緒に行って作れる、この間結構作りましたけど全部売れたと、全部、いや、グリーンクラブまだありますよちょこっと、うん、うん、でもだいぶはけちゃった、すぐなくなっちゃいますね、そうですね、さすがではないですけどね、 Q さんの鉢もね結構すぐなくなりますよね、うん、そんなことないですよこれ気をつけないとね折れちゃいますからね、
バラバラにはならない。バラバラにはならないですね。ここでもうこれ根っこなんでつながってるんで。根っこはもうこんなんです。動いてる。網ついてる？網ついてますね。これのね、これがもう。植え替えてほら時間経つとこうなるじゃないですか。でここのこれ入んないと思うんで、ここにね根っこ枯れたのがあるんで、はい、これはもう切っちゃいます。パツッて角にこうね枯れてるところね、うん、すごいね。根は、うん、結構切っちゃっても大丈夫？切っても平気です。うん、あの一番最初仕入れた時ポットで仕入れたんですけど、はい、ポット結構もうこんなんあったんですよね。こんなそれをもうガシーってやって、でこれに入れてますからね。なるほど。ボコって植えるのと3個ぐらい買って、で結構無理しちゃうのと、うん、でちょっと無理するっていうのに分けて植えるんですよ。で植物によってはこれ無理していいんだなとか。じゃあ毎回検証するんだって。そうそうそう、新しいのが来た時はこんなほら巻き根ですから、うん、今時期はね一番いい時期ですからね、成長期のね。まだ入んない入んないです。どうでしょう。入った。あ、入った入った入った、ね、でもうちょっとここの出っ張ってる、出っ張ってるか枯れてる枝ちょっと綺麗にす、綺麗にする。そのエプロンすごい色落ちしてますね。そうですか、うん、新品のに比べて、うん、こうのこうやって。あ、本当だ。そうですね、T シャツも Q さんですよ、うん、T シャツもこちら販売してます。ぜひぜひお買い物。バックプリントです。はい、そうです、苔入れれば全然いける。うん、可愛いと思います。増えます。はい、この作業はね、いつもと同僚ですよね。変な蜂だな。ね、ベロが金色ですね。これも金継ぎのこの金をあのマニキュアも塗ってます。あ、マニキュアも塗ってるんですか。マニキュアってほら指だから足が。ああ、そういうこと。爪も金です。へえー、でいつも同様に一番粗い土を下に入れてマグアンプと、でマグアンプ K ですね。で植え込みます。ギュッと折れやすいんでね、本当に下から通していつものように。ちゃんとね、針金穴あるんですね、うん、ここね。はい、偉いですか。うん、すごいと思います。自分作ってないんで確かに。ろくろはでも入れてるでしょ。ろくろは入れてます。でも最初の頃忘れちゃって、うん、途中で気がついて途中から作れない我々も駆け出しの蜂作家、ね、普段やっぱ針金穴結構使わないんですよね。この穴だけで やっちゃうからだから忘れちゃうんです。中間の土ですね、はい、入れていきます。結構入りますね、うん、あんだけ崩したから。ここ鉢が深いんで押し込むように入れないと奥まで、うん、やっぱこういう変な鉢だと、うん、植える木は木とか草、うんうん、悩みました。いや、まあやっぱ草物が合うは合うと思いますけどね、うん、でもほら、この前氷川マルシェの時に買ってくださった人いるじゃないですか、はい、同人さんの生徒さん、はいはい、バラに植えたじゃないですか、うん、あれはすごいいいと思いますよね。よかったね、うん、やっぱあんぐらい木がね元がしっかりしてると合うと思いますよ、うん、コンセプトは鉢に合う木を探してほしいっていうコンセプトなんでねいいんじゃないですか。そうそう、逆の発想です。そう、ね、逆の発想です、うん、で、植えたんで一番粗いやつを。細かいやつね。細かいやつ、一番細かいやつ一番粗いやつをしたら、はい、一番細かいやつ。これは苔貼るから。そう、苔貼りやすいんですよ、これ貼ると、うん、あと、勝手にこの細かいのがあると苔が勝手にあの胞子で飛んできた時に乗っかるんで。うん、あ、水入れます。これで1個目。はい、苔は最後に。苔はそうですね、まとめてありますかね。面白い面白いですか。いいね。あ、いいんじゃないですか。もうちょっとこっちにやりたかったんですけどね。でも
根っこの状態上無理だったね、可愛いじゃないですかね、いいと思う。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあまず1個目、はい、次は、次は、はい、これですね、電山ヒノキですね。電山ヒノキは植え替えたことありましたっけ？多分あったとは思うんですよね、はい、2個残って結構バズりました。バズりました、うんうん、これでバズらなかったら責任感が あるよね。中にこうやってね、まだ手入れする前なんですけど、はい、こうやって枯れてるこういうのがあるんですよ、うんうん、葉っぱで、これをきれいに掃除していくんですよね。でどうしてもこれ枯れるの中で蒸れると勝手に枯れちゃうんですね、結局ね、うん、光当たんなかったり。そうなんでこれをちょっときれいにしていきます。はい、ちょっと洗っちゃいますね。電山は、まあ、人気ですよね。電山は人気ですね。手入れがまず何て言っても簡単ですよね、うん、なかなかこの成長がしないんで。そうですね、うん、芽摘みはするんですか？芽摘みもほとんどしないですよ。だって伸びないんですもん成長が遅いんですよ。だから開墾とか、うん、アガベとか、うん、こっち系の人が始めるにはいいのかもしれない。いいのかもしれないですね。室内で育てたことはないけども、うん、アマテラスライトとか使ってどうなるんでしょうみたいなね、でも葉も短いからそんなに伸びるってことないでしょ。もともと伸びない種類だから、うん、向いてるかもしれないですかもしれない。ちょっと歯ブラシ持ってきます。はい、歯磨くの？ちょっと歯ブラシでですね、この苔乗ってる部分をこうやって綺麗にする。そう、あ、よく売ってるじゃないですか、あの、うん、ステンレスの磨くやつ、うん、あれでやるとね、ちょっと傷ついちゃう植物結構あるんですよ。台湾ツゲなんかも、そうなんですけど、歯ブラシのね、柔らかいやつだったとそれないんで、うん、細かいんでね、奥までこうやって入ってくるんです。うん、歯ブラシ結構、商品の人は歯ブラシおすすめです。なるほど、うん、大きい人だとね、大物だとそんなの、うん、でっかいブラシでやるじゃないですか、はい、中の込み入ってるとこ、いらない枝なんかは切りますけどね。いらない枝っていうのはどういう枝なんですか？いらない枝っていうのは下に向いてる枝とか、うんうん、込み入ってる枝、これは一回切ってあるんで綺麗ですけど、うん、もっとなんかこう下からこういうふうに下に伸びちゃってる枝とかあるんですよ、うん、それはいらないですね。ないね。これぐらいですかね。はい、中のこの枝分かんないしね。下も動かさない。これが、うん、であんまり取っちゃうと多分盆栽風にしてもこれあんま可愛くないと思うんですね。モコモコの方がいいと思うんで、はい、本当はね棚作ってあげるといいんですよ。ポン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 って模様着のように。時間もないですか。増えます、ね、正面がこの辺か。これいいね、この二股でね。そう形がいいいいですね、うん、本当は根っこ処理してなんか植えたいんですけどね。石突きにしたいですよね。石突き、そうですね、ちっちゃくない、いいじゃない。本当は大きい方がいいんだけど、ね、大きいの、はい、すいません。あ、そこまで。ある程度大きくないと沈んじゃうとね。さあこう植えたい。ここだな。ここですね。正面にしよう。さあ、合うのが合うか。龍岩石ですね。こっちに本当は出したいんですよね、石をね。ここ入れてこう、こういう風にね。だけど、そううまい石がないんで、根っこの感じから言うと、こっち正面にした方がいいんですよ。こっちよりも。こう出させる。もしここを取るんだったら、これをもこっちの枝をもうちょっとこっちに向けなきゃいけないんですよね、うん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 、頭が後ろ行っちゃってるんでちょっとはい、植えます。はい、これ尻尾に背びれがついてますね。三つ足です。ああ、三つ足？あ、本当だじゃあこっちなんですか。違う、こっちです。面白いですね。コメント欄どうなるかな。いや、いいんじゃないですか。自分は面白いと思いましたよ。Q さんが、うん、気持ち悪いって言いながら作ってるあの姿、ね、試しに作ってる。試しに作ってから いいなと思う。このタイプはもう作業お金として見てるから、ね、作業的になってきてる部分が否めないから仕事感出てるからね。そう
でも楽しいですね。そうですね。なんだかんだ。大体週1で行ってます、私は。ね、自分より行ってますよね。はい。この鉢、あの石をね固定するのにこの根っこに引っ掛けるんですよね。根を引っ掛けて。あ、そうそうそう。ここの根を引っ掛けてこの石を固定するんです。はい。だけどその前にこれやっちゃうとこっちに行っちゃうから、うんうん、こっち側を先に止めます。まずはい止めます。あれですよね、動かないように手で押さえてるんですよね。ずっと石の位置が。ここに引っ掛けてます。石に引っ掛けてる根に引っ掛けてね、そう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 。間にね、ギュッと引っ掛けたんでこのまんまギュッと下に引いて。で、固定されました。石も動かないから。なんでこれで入れますね、土を。これ可愛いと思います。今に入るとか。可愛い。うん。自分は好き。ああ、すごい。いいですね。なんかバカみたいな感じで。バカみたいな感じしてね。ね。頭から木生えてる。木生えてる。頭から木生えてる感じ。うん、頭から木が生えてる感じ。ゲームのキャラクター。確かに。いますよね、こんなの。いるよね。任天堂かな。ギュッと。うん。濡れるとまた雰囲気変わるな。鉢のね。鉢のね。で、いいじゃない。いいですか。かわいいかわいい。はい。どうですか、小野さん。いいね、その顔に合ってる。かわいいですよね。かわいいですよね。うん。連山が、うん、連山が、あの、なんとも言えない。はい、次はモミジ、うん、このキモいやつ。そっち。で、モミジはこれほら、あのもうカッパー結構出てまだ柔らかいんで、その下だけね、崩してピュッて、この苔もね、使ってね植えたるだけ。そうそう。で、これは長いんで、うん、新芽止めます。織姫、織姫だっけ。新芽止めて、ちょっと長い葉っぱを落としました。これはね、多分単品の方が可愛いと思うんです。そうですか。ふわってしてるからさ、うん、ね、せっかくこんだけ鉢が変わってるんだったらシンプルな方がいいと思うんですよ。鉢を生かしてくれてると。そう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 。ありがとうございます。これはじゃあ普通に植えられだけと。そうですね。ちょっとこれは面白い。じゃあこれは省略。はい。木と鉢のギャップが面白いね、うん、ね、自然に生えてるもんなのに下が不自然さがね、不自然さが面白いじゃないですか。できました。どうでしょう、シンプルイズベスト。かわいいね。かわいいっす。いいね。ちょっと食卓に置いといたらすごい爽やかな感じ。もうこれこの顔ですよ。うん、いいんじゃない。いいっすよ。頭からもみじが生える。うん、あ、いいね。こういう場合、あの、あれだよね、自然な木が生えてることが、うん、あの顔に合う。そうだね、シュールな感じで。シュールだよね。なんか山の木が勝手に生えましたけど、うん、いいですね。いいです。意外とどんな木でもいいのかもしれない。あ、意外と受け入れてくれるかもしれない。確かに売り込みそうじゃないな。ギャップがある方が面白いかもしれないね。確かに。がいいな。パソコンの、ね、横とか置いてあるような写真とかあるじゃないですか。うん、いいかも。こっちの方がなんかいいかもしれないね。その鉢よりもね。写真を撮るんだったらね。はい。で、次は。ラスト。ラストですよね。ダーバッチ。これ。何バチ？でも形結構気に入ってる。サーバチっていうの？わかんないです。まあこういうね、はい、細長い鉢ですよね。こっちにねちょっと穴とかあってくれたら。あ、すいませんでした。安かったんですけど。いや、でも全然。兄弟子に怒られる。いや、兄弟子じゃないです。確かに。鉢のね、うん、水はけがね、水はけがねちょっとね、あれですから。これをね、クワを入れていこうと思います。もう実になってるんですよね。一歳クワ、普通のクワじゃなくてナリショウのクワで。ナリショウ？ナリショウ、まあ、一歳とかやつぶさってよくなりやすい。あ、実がなりやすい。なり症、うん、のクワですね。これをじゃあ植えていきたいと思います。はい、ポイントはありますか？こっち正面ですよね。うん、で、ここ穴開いてるんですよね。はい、なんで、まあ、こっちにね、植えようかと思ったんですけど、ちょっと、ね、寄せきれないんで、こっちに植えて。ちょっと斜めに。いや、水はけがいい場所に植えたいってことですか？で、あれか、ちょっとやっぱ寄せて流れの歩きも、うん、そうですね、のがいいですかね。いいと思いますね、ここね。はい、まあ、苔で覆うしかないですよね。ちょっと高上になっちゃうのかな。高上になるかもしれない。だから本当はもうちょっとのね、こっち側に寄せたいんですけど、うん、ちょっと無理かもしれない。真ん中に行っちゃうかもしれない。ちょっと起きてるんですね、うん、そうそうそう、上に。
崩します。こっちだ、崩します。ずっと置けてやってたちょっと、まあ、洗ってみてですね、はい、こう、うん、だいぶもう、だから根っこをこっちに流して、うん、流してね、どうにかどうにか植えると植えるしかないですよ。もうこれ以上崩せらんない。土入れる隙間もなさそうな、ね、土をあと苔でな、中の土はほらあんま崩してないんで、はい、これでやっていくしかないんですよ。なるほど。で、3段階使ったけどこの中間、うん、これをちょっと使います。でも高さを出さないように。そう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 。いや、このあれですか、いつもの植え替えとちょっと違った気持ちで楽しめるという頭を使ってそういうことですね。こうしなきゃ、こうしなきゃ、楽しいですか。楽しいですね。ちょっといつものね、流れ作業的なのとは違います。そうでしょ。まあ見れなくはないですよ。もう雪の下。の下。つけて、うん、これだけでも。喋ってますけど。喋ってますよ。針金の入れるときに斜めに入れると下から出るんですよ。まっすぐ入れると元から出るんですよ、はい、その微妙な最初の入れ方で位置をね、位置を変えることができるんで、結構独り言言うんですよ、うん、こっちかいっつって人と会話を針金と会話です。増えますからね、これ雪の下に。増えましたね。ランナーで増えてきますね。そう、ランナーで増えていくから、これからあの子供出てきますよ。はい、とりあえずは完成だ、はい、こんな感じになりました、うん、五所車って雪の下の斑入りがあるんですけど、うん、それを入れた方がいいかもしれないと思ったけど、そのクワがこれから赤くなるんで、これの方がその時良さそうですね。5月には大盆栽祭りの時にはもう赤くなってます。その時に大野さんのところで飾っておいてもらえますか。はい、じゃあ全てに苔を張って、はい、完成を見ましょう。見ましょう。はい、完成。完成しました、ね、まずこれ屋根塗装があって、これもよくね、苔張るとほら、うん、ボリュームあるね。ボリュームありますよ。いいんじゃないですか。どう、行かれた感じ、行かれた感じでこっちはなんか素直で、うん、ね、上に塗るとやっぱいいですよ。この意地悪そうな顔と素直なこの木のギャップが ね、うん、ね、 ありますよね、ちゃんと ね、 あるよ ね、 ね。でこっちね、こっちちょっと元隠れちゃったんですね、うん、ね、本当はちょっともね、元がこっちの方がかっこよかったんで、元って、ね、根っこの音、根の張り方がね、そうそうそう、張り方とその石の噛み方がこっちから見た方がよかったんで、こっちにしたけど、こっちにしたけど本当はもう根っこ隠れちゃったらこっちが表になっちゃった、ね、逆の方がよかった、逆の方が、まあこれはこれですごくいいと思うんで、クワ、クワね、苔張って、背後系張ったんでね、すごく丈夫なんで実になりますから、うん、実になった時は良さそうですね。根っこ一切切ってないんで、下は土入ってるんで、うん、上は苔で押さえてますから全然平気です、うん、でこれはもう 雪の下が入ってね、完成しました。どうですか、作ってみて。お気に入りはありますか。お気に入りこれかな、なんだかんだ言って。逆にこれ、うん、シンプルがすごいいいんじゃないかなって思いますよね、うん、なんかやっぱ価値的にはね、あんま可愛くないじゃないですか。そう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 。だけど、そう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 、木植えたら、うん、愛着が、愛着は顔があるからなんか愛着が湧いてきますよね、なんかね。ペット的な、ペット的なのがありますよね。面白いんじゃないかなと思います。やっぱ変わり鉢っていうのは。なるほど。うん、ちょっとタイガー君作りたくなってきた。自分はいつもの工夫していこうかなと思いますけど、それはそれで大事だと思う。これはこれですごい面白いと思うんで、ね、本当大盆栽祭りでもいいですし、今度の28日のイベントでもお買い求めいただいたらなというふうに思います。ありがとうございます。ありがとうございました。あ、急に思った。チャンネル登録と、チャンネル登録と高評価お願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。あ、さあ、Q さんの鉢見てください。
意見聞きたいんです。気持ち悪いで。こういう顔。おさえ鉢じゃないよ。変わり鉢。変わり鉢だね。変わり鉢だから。こういうの好きな人は好きでいると思うよ。言われたんで、うん、植えたんだけど。可愛いですよ。盆栽じゃないけどね。うん、まあね、展示に使えるとかそういうことっていうのは分からんけどね、俺も。そういう変わり鉢特集の展示会があればもそうだ。でも中身は何でもいい。でもありませんね、こういうのはさ、あの、なんていうの、7点課題とかああいうことする鉢じゃないんで。はいはいはい、うん、だから三点飾りとか、そんじゃったらすごい引き立つかも。なるほど。うん、こっちに一つあって、あと草があっての三点飾り、うんうん、それにはいいと思います。うん、だそうです、うん。それだといいと思うよ、これ。面白いじゃん。木を重視しないで、鉢の展示会で中身を植えるっていう形で、うん、みんなで変な鉢作ってやったら面白い。うん、ああ、なるほどね。いや、逆にさ、盆栽風に使ったっていいんじゃない。でもさ、3点飾りだったら俺、そうですね、うん、3点だったらいいと思うよ。顔ついてるんですけど、うん、3点飾りだったら多分いけそうですか。うん、いけると思う。やってみたら。やってみます、うん、皆さんさ、あの顔がね、ベローンってついてるね、このくらいの鉢が、ね、うん、ヤフオク出したら1万超えてる。お、すげえ。そうなんですよ、実は。だからそういうの好きな人いるんだよ。好きな人もいるんだよ。世の中にはいろんな人がいるってからいいんじゃない。10人ファンがいれば、そうそうそう、なんとかやってくれるんですよ。そうなんだよ、ね、面白い。それが面白いところじゃない、はい、こういうものの、趣味者のね、ありがとうございます。いいところですよ、はい、頑張ります。うん。